どうも、はちゅりますです。今回の動画はガチャガチャ動画なんですけど、海洋堂さんが出しているガチャガチャで、ガラパゴスリクイグアナとか、あとはウミイグアナと、あとモロクトカゲと、あとエリマキトカゲと、あとコモドドラゴンたちが当たるガチャガチャで、で実はね、このガチャガチャは多分 3,4 ヶ月前に買ったガチャガチャなんですよね。で、他の動画を撮影しているうちに存在を忘れてて、でこのタンス開けて、あるやんみたいな、で、その存在に気づいてやっと動画を撮り始めてるっていう感じです。はい、まあ、早速ね、多分今どこにも売ってないと思うんですけど、多分ネットとかで調べたら出てくると思うんで、まあ、よかったら参考にしてみてくださいっていうことで、早速やっていきましょう。はい、ということでこちらが海洋堂さんが出しているガチャガチャで、名前が、レプタイルズラウンジ、原生のドラゴンたち全部で5種類っていうね、ガチャガチャです。で、中身がね、こういう風に見えないようになってるんで、すごくね、ワクワクしますね。はい。で、1回400円で少し高いんですけども、もうすごく海洋堂さんが出しているガチャガチャって、クオリティが高くて、しかも、台があるんですよ、今回。で、台があって、さらに、名前プラス、学名も書いてあって、すごく勉強になるね。ガチャガチャになってます。はい。で、狙ってるのは、まあ、全部当たってほしいなって感じですね。うん。中でもコモドドラゴンとか欲しいけど、どうだろう、ウミイグアナもいいな。まあね、全部欲しいです。はい、ということで、被らないことを祈りながら開封していきましょう。じゃあまずはこちらから開けていきます。さあ、何が当たるのか。こういうふうにセロハンテープ貼ってるよ。で、ここを取っていこう。よいしょ。何が当たるか。お、出た、コモドドラゴンじゃね、これ。いきなり出ちゃいます。で、どれぐらいクオリティ高いんやろ。お、来た、コモドドラゴン来ましたよ。ちょっとズームしようか。はい、ということで一発目からいきなりね、狙ってたコモドドラゴンが当たっちゃうっていうね。すげえ、かわいい。よいしょ。開き方がちょっと難しいな。お、すごい、ほら、迫力がやばくない、これ。組み立ててみようか。これを組み立て、こういう組み立てるのすげえ苦手なの。よいしょ。で、こんな感じにね、土台があります。で、これを、どうやってつけるんだ。こうくっつけるのかな。不器用さがやばい。反対？反対か。こうか。こうつなげて、で、こう。おお。はまらない。できた。あと一個。はい、ということでこちらがね、コモドドラゴンなんですけど、どうですか。超かっこよくない。もう顔とかすげえ迫力やもんな。で、他にもコモドドラゴンのガチャガチャってあるんですけど、なんかチャッチーんですよね。子供っぽいっていうか、なんかそこまでリアルじゃないっていうかね。ただ今回の海洋堂さんのガチャガチャはめっちゃリアルやし、もう400円の価値あるわって感じですね。で、下にネームプレートでコモドドラゴンって書いて、学名で、バラヌスコモド衛士っていう風にね、書いてるんですけど、もうめっちゃかっこいい。これ普通に飾っててね、映えますね、部屋が。で、ちょっとね、説明すると、分布がインドネシアのコモド島とかに生息していて、最大全長はハナグトオオトカゲの方が大型なんですけど、本種の方が尾の比率が短く、体重が重いとされています。で、全長が2メートルから3メートルあって、体重が約70キロとも言われていて、最大全長はセントルイス動物園の飼育個体で、313センチメートルあります。もう想像してほしいんですけど、3メートルのトカゲってどう思います？もう恐竜やみたいなね。ね、飼育できるなら飼育したいけど、俺が食われそうやな。うん。で、その子で体重が約166キログラムあると言われています。で、獲物のこの血液の凝固を阻害し、失血によるショック状態を引き起こす毒、ヘモトキシンというものを持っており、ネコギリ状の歯で、噛みついて引っ張るような動作により、歯の間にある複数の毒管から流し込まれます。
で島の生態系の頂点に君臨していて、 4km 先の餌を嗅ぎつける鋭敏な嗅覚を備えています。でさらにメスの身で、単位生殖した記録もあるらしいです。もう何もかもチートっていうね。でこのシンプルなねトカゲっていうんかな、もうなんかなんていうんかな、余計な飾りはいらねえみたいな見た目しててすげえかっこいいよね。モニターとか特に多いんだけど、こういう見た目がね僕はすごく好きです。はい、じゃあね次も開けていきましょう。はい、ということでね2個目いきましょう。もう一発目からいきなりねコモドドラゴンが当たって、もう幸先いいねって感じなんですけど、さあちょっとこれでかぶりはやめてほしいけどな。開けていきましょう。はい、来た、かぶり。こんな感じなんよ、ほんとに。僕ね、毎回ガチャガチャ開封動画やってるんだけど、いつもね、かぶるんですよね。ガチャ運が悪いというか。まあ、かっこいいからいいけど。うん。ちょっとかぶっちゃったね。全部欲しかったけど。はい、今回もコモドドラゴンでした。はい、じゃあ3個目いきましょう。もうかぶらんといてくれよ。そろそろ。ちょっとね、海イグアナ欲しいんだよね。お、来たぞ、これは。なんや？モロクかな？よいしょ。多分モロクトカゲかな。ん？あ、違うわ、これ。海イグアナ。え、なんか、配色違うんだけど。あ、違う。これ、陸イグアナ。あ、ガラパゴス陸イグアナか。ちょっとね、ミスったな。海イグアナか思った。ちょっと色変わったやつかなと思って。はい、じゃあちょっと組み立てていきましょう。はい、ということでね、ガラパゴスリクイグアナが当たりました。めっちゃかわいい。ほら、なんか食べてるんだよね、葉っぱっぽいもの。かわいい、いいねこれ。ピンクはここらへんかな。はい、でこれもちゃんとね学名とか書いてあっていいですね。で説明に入ると、分布がガラパゴス諸島の固有種であって、ガラパゴス諸島を代表するトカゲで、さまざまな要因によって絶滅の危機に瀕しており、一部、今はねまだ当たってないんですけど、ウミイグアナとの交雑も知られています。でオスはそれぞれね、縄張りを持っていて、繁殖期にはオス同士でこの頭部をね押し付け合う争いを行うらしいです。でサボテンやその花が大好物なんですけど、この食べてるの何やろうな、ちょっと分かんないですけど、はい、当たってよかったです。かわいいね。いや、ガラパ来るんやったら次、マジで、ウミイグアナ欲しいな。はい、ということで当てていきましょう。いや、ぶっちゃけね、ここまで来たら、エリマキトカゲは諦めるから、モロクとウミイグアナがめっちゃ欲しい。ちょっと、ほんまに当たってほしいな。来い！はい、来た、ガラパ。ビッグイグアナ来てもうたな。しかもなんか、もうすでに、ひっついてんねんけど、なにこれ。お前作んの下手やから作っといたるわみたいな煽り。うそやろ、なんでこんなかぶんの。え、ちょっと最後の最後でちょっと海イグアナほんまに欲しいねんけど、この海イグアナの綺麗さをみんなに見せたい。いや早いもんで、もうねラス1っすね。いやーかぶったな。いや最後の最後やから当たってくれやろ、海イグアナ。さあ来てくれ、俺の元へ。あ、モロクや。ちょっとウミイグアナ欲しかったけど、しゃあない。まあモロクが当たっただけでまだよしとしようか。いや、いいねこのトゲトゲ感。もう痛いもんすでに。よし、あ、これもなんかすでに作られてないか。はい、ということでウミイグアナね来なかったんですけど、モロクトカゲが当たりました。最後にすげえトゲ出てしてる。で、めっちゃ痛い、こう下がった。なんか、モンハンとかに出てきそうやな。かわいい。で、分布がオーストラリアの砂漠の固有種になっていて、全身にね、こういう円錐形のトゲが並んでおり、これはね、敵に襲われても飲み込まれないためのものと考えられています。で、全身からね、ちょっとこれでは再現はされてないっぽいんですけど、全身から口に水が走っていて、でこの水はね体に付着した水分を効率よくね、摂取できるようになっています。砂漠なんでね、なかなか水分とか摂取できないんで、そういう風に進化したみたいですね。
で小さな口で大量のアリをね1匹ずつ舐め取るようにして食べるらしいです。うん、いやー3種類しか当たらんかったけど、まあこれでねまたリクイグアナが来やんかっただけ知らんかな。うん、でめっちゃリアルやなほんまに。ちょっと他の子たちも置いてみようか。ほらすげーリアル。はい、ということで今回の動画はこんな感じにいつも通りのねかぶりが多かったガチャガチャになったんですけどね、みんなもしやってたらウミイグアナ当たったよとかコメントいただけると嬉しいです。でもね本当にリアルで、少し400円ってね高いかもしれないんですけど400円以上の価値はあるんじゃないかなと思いました。はい、超かっこいい。へえ、なんか説明書読んでみたらいろいろね書いてるね。いやーこのねこの今映っているウミイグアナがねめっちゃ欲しかったんですよね。でこの鮮やかな色彩から別名ねクリスマスイグアナっていう風にも言われてるらしいです。いやーめっちゃ欲しかった。まあ叶わない夢だったんですけどね、まあまたもしあれば挑戦したいと思います。ということで他にもねいろいろガチャガチャ動画の開封動画とか、あとはね僕が飼育している両生類、爬虫類、寄虫たちの動画とか、投稿してますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。他にもねなんかうんちょっとこれじゃないわ、ちょっと言うのミスった、うん、さっきの言ったの忘れて、うん、この動画がいいなと感じていただけたら高評価ボタンも押していただけるとめっちゃ嬉しいんでよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。